分かりやすくちょっとポイントを絞って伝えてください。はい、じゃあメディアから。平台計画、まあ、これと予約平台計画なんですけど、これを10月20日までに自分と吉武さんと松永さん全員で一度作ってしまって、すり合わせてからその計画を持ち出て動くという形をやっていきたいと思います。で、もう一個気になりますけど、特に平台全力投球というゲームの平台のめちゃくちゃ完成度を上げて、ナンバーワン平台を作って全体に発信できるように10月30日自分の来たのか、松永さんのリーダーでやっていこうと思います。以上です。はい、ありがとうございます。じゃあなんか、こういうところは、なんか、写真とかが、ね、そうですね、画面伝わらないように、そういうのを、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、ね、マキシの方でも告知、生放送で
始めて、チラシ作成から実際に設置してもらうこの決めて、お相談をさせてもらって、これが調子になってやっていきます。はい、です。ありがとうございます。はい、じゃあ、